高野長栄、高野長栄、高野長栄、文化元年5月5日、1804年6月12日、開園3年10月30日、1850年12月3日は、江戸時代後期の医者、蘭学者。通称は越三郎、意味名は譲る。号は、随殺期、随号。実父は、後藤早根義。養父は叔父、高野玄斎。 江戸幕府の異国船打払い令を批判し、開国を解くが、弾圧を受け死去した。1898年、明治31年7月4日、その功績により、聖恩意を追贈された。首都に、母術夢物語、忘れ渡り、三平東古地記など。また、オランダ語文献の翻訳作業も多く言っている。道の区国仙台藩の一門である。 水沢領主水卓立家家臣、後藤佐根氏の三男として生まれる。養父の元斎は、江戸で、杉田玄白に、乱法医術を学んだことから家には、乱所が多く、長英も幼い頃から、新しい学問に強い関心を持つようになった。文政三年、1820年、江戸に赴きすぎた白玄や、吉田長宿に支持する。この江戸生活で、吉田長に才能を認められ、 死の蝶の文字をもらい受けて、蝶英を名乗った。文政三年、1820年、父の反対を押し切り出布して、長崎に留学して、シーボルトのナルタ塾で、医学、蘭学を学び、その抜きんでた学力から塾党となっている。文政十一年、1828年、シーボルト事件が起き、 二宮慶作や甲羅祭などをもった弟子も捕らえられて厳しい戦議を受けたが、長英はこの時匠に逃れている。間もなく、文語国下、現在の大分県日田市の広瀬丹僧に弟子入りしたという遺説もある。この間、義父元祭が亡くなっており、長英は故郷から盛んに帰郷を求められるが、春巡したもののついに拒絶。家督を捨て、同時に、 武士の身分を失っている。天保元年1830年江戸に戻り、工事町に町医者として蘭学塾を開業する。間もなく三河田原藩重役渡辺火山と知り合い、その能力を買われて田原藩の親とい蘭学者として小関三英也や鈴木春山ととに蘭学者の翻訳に当たった。我が国で初めてピタゴラスからガリレオ・ガリレー。 近代のジョン・ロック、ボルフに至る西洋哲学史を要約した。天保三年、1832年、紀州半時間、遠藤勝助の主催する天保の大基金の対策会である、少子会に入り、火山や藤田東庫らと共に、中心的役割を担った。長英の急行に仏校などの著作はこの成果である。塾出身者の宴会で、 オランダ語以外の言葉を使うと罰金を取るという決まりが設けられた。多くの者は酒が入るうちついつい日本語を喋って罰金を取られていたが、長英のみオランダ語を使い続けていた。それを妬んだ仲間の伊藤玄木が長英を階段から突き落としたが、長英はジェバーラウシュ、オランダ語で危ない、と叫んだ、という逸話がある。 朝英自身才能を花にかけて増長する傾向があり、仲間内の評判も悪かったが、当時の乱学者として最大の実力者であると周囲は認めざるを得なかった。天保八年、1837年、異国船打ち払い例に基づいて、アメリカ船籍の商船モリソン号が打ち払われる、モリソン号事件が起きた。翌天保九年、1838年に、これを知った際、 朝英は、無茶なことだ。やめておけと述べており、火山らと共に、幕府の対応を批判している。朝英はそうした意見をまとめた、母術夢物語を表し、内輪で回覧に供した。ただし、朝英の想像を超えてこの本は、多くの学者の間で出回っている。天保十年、0年、1839年、万社の極が勃発。朝英も、 学生批判の角で捉えられ、奉行所に自ら出頭した説もある。英老終身刑の判決が下って、天馬長老屋敷に収監。老内では服役者の医療に努め、また劣悪な老内環境の改善なども訴えた。これらの行動と、親分肌の気象から、老名主として祭り上げられるようになった。極中期に忘れがたみがある。高果元年。 1844年6月30日、牢屋敷の火災に乗じて脱獄。この火災は、長英が牢で働いていた否認栄蔵をそそのかして、放火させたとの説が有力である。脱獄の際、3日以内に戻ってくれば、罪一刀現じるが戻ってこなければ、死罪に処すとの警告を、牢の役人から受けたが、長英はこれを無視し、再び牢に戻ってくることはなかった。 脱獄後の経路は詳しくは不明ながらも、江戸では人相書きが出回っていたためと言われている称賛で、顔を焼いて人相を変えながら逃亡生活を続け、大牧村、現、埼玉市緑区の高野高四元にかくまわれた。その際の高野家ディザ式は文化財として公開されている。その後、一時江戸に入って鈴木春山にかくまわれ、 平学書の翻訳を行うも春山が休止。その後、成滝塾時代の同門、二宮警察の案内で、伊予宇和島藩主、伊達宗成に庇護され、宗成の下で、兵法書など蘭学書の翻訳や、宇和島藩の兵備の様式化に従事した。主な藩翻訳本二本や筆読十一冊がある。この時彼が気づいた、久吉宝代、愛南町久吉は、 当時としては最高の技術を結集したものとされる。しかし、この生活も長くは続かず、しばらくして、江戸に戻り、沢三泊の偽名を使って、町医者を開業した。医者になれば、人と対面する機会が多くなるため、その中の誰かに見破られることも、十分に考えられた。そのため、小三で顔を焼いて、人相を変えていたとされている。開栄三年。 1850年10月30日、江戸の青山百人町、現在の東京、南青山に潜伏していたところを何者かに密告され、町武行所に踏み込まれて捕獲された。何人もの取り方に、十手で殴打され、縄をかけられた時にはすでに半死半生だったため、やむを得ず、籠で護送する最中に絶命したという。岩手県欧州市水沢、9。 水沢市では、長英は三偉人、高野長英、後藤新平、斉藤実のの一人として扱われている。また、小学校ではよく総合的な学習の時間で取り上げられ、その生涯、功績を学んでいる。また、平成16年、2004年には、高野長英の生誕200年ということで、水卓では、いろいろなイベントが行われた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。